の牛丼。フージーネットワークスポート。北京オリンピックまであと1年。世界大会ラッシュの今年、ついに日本のお家芸柔道が登場。世界選手権での金メダル、まあ、ぜひ、達成したいと思いますし、金メダルを一つ増やしたいなと思います。本当に金メダル取りたいですね。メダルラッシュへ日本の主役が集結。タイ両国、井上康生、鈴木啓司。しかしそこに待ち受けるのは打倒日本の包囲網。世界を打ち破れ、柔道母国日本の誇りをかけた過酷な4日間が始まる。さあ、いよいよ柔道日本の登場です。2年に一度の世界一を決める大会、世界柔道がついに開幕を迎えました。はい、オリンピックと並ぶ柔道家にとっての大きな夢舞台、坂口さんと一緒にブラジルのリオデジャネイロからお伝えします。さあ、そしてスペシャルサポーターの藤原紀香さん、いよいよですね。はい、今大会はですね、谷亮子選手をはじめゴールドメダリストが勢ぞろいしています。役者の揃った柔道日本の戦いぶりに注目したいと思っています。柔道母国の誇りをかけた熱い4日間が始まります。社長さん、御社の気がかりは？はっ、例えばネットのセキュリティとか。ああ、ウイルスとか情報漏洩とかよく分かんなくて。まずいでしょ。そんなオフィスに、はい、アドバイス。失礼します。 NTT 西日本なら光を使って仕事のいろんな面倒を引き受けます。仕事は光で丸ごと解決。カスタマーアテンダントがお願いします。任せてよかったよ。光広がる、響き合う。ABC マート300店舗突破感謝フェア、秋の新作店内シューズ全品総額3億円キャッシュバック。 ABC マート、3億円キャッシュバック今しかない。損害保険のご契約にあたり、保証内容や契約金額などをご確認いただきます。お客様による安心のための手続きです。安心をしっかり、ご協力お願いします。ナンバーズは数字&マーク、ひらめく数字をマークするだけで10万円100万円のチャンス。月から金まで抽選だよ。数字&マーク、毎日楽しいナンバーズ。宝くじ売り場で。50% オフ、キリン早摘み氷結。糖質オフ。広さの質が違う、ドライバーズ MPV 地デジナビスペシャル登場。もう迷ってる時間は過ぎましたからね。金メダルしかないですよね。復活なるか、世界王者井上康生。その美しき一本に世界中が酔いしれた。22歳シドニーで金、25歳世界柔道3連覇の偉業をあっさりと成し遂げた。もはや敵なし、王者は天国を見た。しかし井上康生敗れた。26歳、まさかのアテネ惨敗。さらにその翌年、予期せぬ悲劇が襲いかかる。右大胸筋腱の断裂という選手生命を脅かされる大怪我。その男は柔
地獄をも味わった。新たな道を切り開くべく100キロ超級に階級を上げ再出発。長く苦しいリハビリの日々、父と二人三脚で一歩ずつどん底から這い上がってきた。素晴らしいですね。新たな成功を勝ち取る、そういう部分だけをこう考えている自分がいますので、はい、ですからぜひ勝ちたいなと思います。天国と地獄、その両方を味わった男、井上康生29歳、復活をかけた20代最後の大舞台に待ち受けるものとは。鋭い眼差しの向こうに広がる世界の舞台、井上康生、久しぶりの世界柔道、1回戦からの登場です。対するはペルーのゼガオラ。この上背差があります。そして体重差が、ゼガオラが 163.5キロ、そして井上康生が 108.9キロということで 54.6 キロの差があります。篠原さん、はい、かなりの体重差があります、はい、そして1回戦の井上康生、はい、どんな戦いというのを期待しますか。やっぱりもう井上康生の柔道だと、はい、しっかり動きながら一本取る柔道、はい、早速内股回していった一本勝ち。3年ぶりの世界の舞台、まずは内股、得意の一本勝ちで決めてみせました。いや、坂口さん、はい、組んですぐでしたね、殿下の方と右の内股、これで吹っ切れたんじゃないでしょうかね。やっぱりそうですか。ちょっとね、はい、この1回戦ということで心配する面もあったんですが、そうですね、ちょっとあの調整なんかを見てるとピリピリしてるかなと思ったんですけどね、やっぱりここで戻ってきましたね、はいはい、この先どうですか。2回戦以降もうね、ここの勢いをね忘れないで、はい、でもう相手をそのちゃんと組むっていうね、まず その柔道をね康生選手はしてもらいたいですけどね、はい、篠原さん、はい、組んだら強い井上康生、はい、まさに1回戦から見せましたね。そうですね、あのしっかり組んで釣り手を動かしながら自分 あの技に入る、この内股でもですねしっかり相手を崩してますから、はい、もうさすがにあの井上康生の内股だと、いわゆるあの釣り手右のこの腕をこう動かすような柔らかさが戻ってきてますね、はい、それとあの左手の引きですね、はい、両方ともに組み手十分強い井上康生の第一歩、リオの世界柔道が始まっています。2007年ブラジル世界柔道初日の並びに登場です。鈴木啓司の初戦を迎えます。過去2度の世界選手権とアテネオリンピックは全て金メダル。未だ鈴木啓司は世界大会の並びで負けたことがありません。勝ち星にすると実に15連勝。今大会ももちろん金メダル、表彰台の一番高い位置を狙っています。日本最強の男、全日本チャンピオン鈴木啓司。2003年大阪世界柔道無差別級金メダル、2004年アテネオリンピック100キロ超級金メダル、前回2005年カイロ世界柔道100キロ級金メダル。世界選手権3連覇へ、オリンピックと合わせて4つ目の金メダル獲得へ、日本最強の男鈴木啓司の初戦です。相手はルーマニアのブラタ、白い柔道着です。前回カイロ大会では2回戦敗退の選手が鈴木啓司の初戦の相手です。さあ篠原さん、いよいよ啓司の出番ですね。おっと、足を取られた、危ないぞ。そうですね、顔つきもいるとすごく気合の入った顔してますし、はい、ただ
もうねこの100キロ級48人がエントリーしていますけれども、全ての選手がねおそらく鈴木啓司を研究し尽くしてタラビに上がってくると思うんですが、まあそうですね、はい、やっぱりあの金メダリストですし、あの鈴木啓司を倒せということで、はい、全員が全員マークしてると思いますね。 そうですね、その中でそのプレッシャーをどう跳ね返していくか鈴木啓司。ここはルーマニアのグラダが立ち上がりからよく攻め込んでいます。坂口さん、やはり鈴木啓司のプレッシャーというのは、ね、想像するともうとんでもないものだと思うんですが、まあ、日本人の一人目の登場ですからね、でまずはここはねあの綺麗な一本で、はい、やっぱり柔道日本強いなっていうね、そういう印象世界に、ね、つけたいですよね、はい、日本柔道の進化を問われるというようなプレッシャーならもう好んで進んで受けていきたいと思いますと話していた鈴木啓司。その初戦ちょっと若干自分の組手にまだ慣れてないですね。まだちょっと初戦の最初の立ち上がりですしね、はい、もちろん組めれば圧倒的な強さがありますし、プレッシャーをかけていくその圧力というのももうとんでもないも強さがありますけれども、さあ前に出るか鈴木啓司。相手のルーマニアのブラタも警戒はしています。このブラタ選手がですね、はい、あの鈴木に持たれる前に、はい、もう先にと、もう持たれるとやられてしまいますので、はい、もう先にということで、持ったら切る、はい、あ持たれたら切る、持ったら技をかけるという感じですね、はい、さあ取ったぞ、ケイシが取った、2本取った、2本取った瞬間にしかしブラタも腰を引きました。やはり篠田さん怖いんですね、持たれるのはね。やっぱりもう持たれるのが一番怖いと思います、さあこれも2本取ったかどうか、釣り手だけになりましたが、左組の鈴木啓司、結局自分ブラタ選手は、自分が持った時にしかかけないんですよ、はい、持たれると下がるんですよ、もう2本持たれた瞬間に今腰を引きましたしね、それだけ啓司の圧力がすごいものがありますけどね。さあここも2本持っていく、残りは3分11秒、ポイントにこそなりませんでしたけれども、鈴木啓司が技を繰り出す姿勢を見せていきました。まだ両者ポイントはありません。立ち上がりの2分間、おっと奥を掴んでいったルーマニアのブラタですか、体落としに行くか。鈴木啓司もどうでしょう、篠原さん徐々に動き始めてきたんでしょうか。いや動きはいいですよ、その前 の払い腰ですかね、はい、大車、まあ、あの入るタイミングなんていつもの啓司のタイミングですから、はい、はい、釣り手は取った、右の引き手はどうか。さあもう釣り手で相手の首の横をしっかりと捕まえています鈴木啓司。あとはこの右手を取っただけ、内股に行く、内股有効、もう持てば間違いない、啓司強し、有効を取りました鈴木啓司。今の早かったですね、やっぱ持った瞬間に内股入りましたから、はい、まあ、海外勢から見ればいかに日本選手に持たれないかというような研究をしていると思うんですけれども、はい、この最後の決めが良かったんですね。あ、なるほど、不十分だったんですけども、しっかり最後を決めて体を浴びせていってますから、はい、直前の合宿でも技を最後までかけ切るということを非常に強く鈴木啓司は意識しています。釣りでも肘が入っていいですよ。腹ばいでなんとか飲まれますブラタ。徐々に鈴木の圧力がかかってきてますから、とも圧倒しかけてますね。3階級制覇の世界チャンピオン鈴木啓司、この100キロ級のディフェンディングチャンピオン。さあ奥を取って、今持ちましたね、釣り手を取った、来ても取った、2本持った、体勢は十分、さあ出るぞ啓司、体勢は十分です、狙っている、もうブラタは腰を引いて啓司の技に備えるだけ。手が一旦消えました、展開の両者、左組の鈴木啓司、内股で有効を一つ取られています。さあ取ったのかしら、内股に行く、内股、内股、技あり、内股技あり、さあ抑え込みに行くか、圧倒している初戦の鈴木啓司です。この内股自体ですね、はい、そんな切れてはないんですけども、はい、最後のこの体の合わせがうまいんですね、その後もすかさず抑え込みに行こうとしました日本の鈴木啓司。48人がエントリーしている男子100キロ級、優勝までには、金メダルまでには6つの勝利が必要です。その初戦です。その初戦、立ち上がりの数十秒こそちょっとなかなか自分の組手がままならないところがありましたが、以降圧倒しています。コーチボックスの100キロ級担当の持田コーチももうほとんど声を出すことなく安心してこう畳の上を見つめているような、そんな感じがします。ブラタに対して指導、これで啓司は効果を一つさらに重ねていきました。
技あり1つ、効果1つ、有効1つという鈴木啓司のポイント。さあ日本持つか、ここは引き手だけ、釣り手1本で大きな圧力をかけていく鈴木啓司。もうこうなると篠原さん、1本で締めくくるかどうかということになりますかね。まあ、あの最後の最後まで1本狙ってると思います。まだ必殺の足技というのは出ていませんが、ここまでは内股で崩している鈴木啓司、釣り手は十分。さあ、あと右の手どうだ、コーチを狙っていった、今一瞬コーチを出しましたけれども、あの足技が世界が恐れる鈴木啓司の足技です。ただやはり100キロ超級の時と違って足技の使い方もちょっと変わってきているようですね、鈴木啓司がね。まあ、そうですね、前でもちょっとあの動きもあの速くなってきましたので、はい、まあ、そうそうかかりにくいと思うんですけども、ただやはり世界の選手は啓司の足技はインプットされていますが、ここは上から背中を持たれている、ちょっと嫌な体勢です。ああいう体勢はちょっとまずいですね、はい、やっぱりしっかりあの組み手で、あの間合いを取ってしないとですね、はい、3階級制覇のチャンピオン、道の王者鈴木啓司、全日本チャンピオン、日本一の男は世界一の男でなければならないというのが鈴木啓司の信条です。ディフェンディングチャンピオンとして畳に上がっている2007年のブラジルリオデジャネイロでの世界柔道、その初戦、ここまでは圧倒している鈴木啓司、残りは20秒を切りました。さあ圧力をかけていく、もう後ろに下がるしかありません、ルーマリアのブラタ、もう完全に押し込まれてますね。そうですね、何もできませんね。圧倒しています、相手に何もさせていない鈴木啓司、技をかけに行きますが、ちょっと遠い位置からのブラタの技です。飛び込んで内股、内股、残り3秒で啓司の1本、日本最強の男、全日本チャンピオン鈴木啓司、初戦内股一本勝ちです。技ありを取ってなお攻め手を緩ませることなく最後まで一本を狙いに行きました。鈴木啓司見事な一本勝ち、2回戦進出を決めています。初戦の戦い、坂口さんどうでしたか。そうですね、あれだけポイント稼いでたのにやっぱり最後まで一歩を狙うという姿勢が、やっぱこれが日本の柔道の形だと思いましたね、はい、いいあのスタート切れたと思いますよ、はいはい、あの技ありだけでね、篠原さんもう逃げてもいいような感じもしたんですけどもね、はい、そうですね、この内股もですね、相手の中に飛び込んでしっかり引き出してましたし、はい、この内股は綺麗な一本でした。日本鈴木啓司、初戦一本勝ちで2回戦進出です。立ち止まってばかりじゃ先に行けない、走り出せば見えてくるものがある。人生ってそうじゃない、思い切っていかなきゃ。ニューターゲット、ニューデミオ、アドバンテージの新登場、ズンズンズン。それでは期待の新ユニット 2U5 人目は哲也です。イエイ、やっぱり俺降りるよ。何言ってんだよ、頑張れよ。哲也、うまいつゆで元気出せ。ヒロシ、マルちゃん、赤いキツネと緑のタヌキ、俺頑張る。三菱東京 UFJ 銀行から3つの嬉しい驚きのある投資型年金保険のお知らせです。うぅ、その1、積極運用で大きく目指す。その2、受け取りは最短1年後から。その3、年金原資の最低保証付きなのです。投資型年金保険、その名もびっくり箱、新登場。君が大人になるまでこうして家族のデートをしよう。家族は恋人、新しいノア、愛を運ぶね。 I've given your book a great deal of attention. その恋が私を変え、私の絵が世界を変えた。ミス・ポター、 Please stop any more that and I'll paint you out。今東京ディズニーリゾートで JCB カードを使うと、ゲートを出てすぐの特設ブースでみんなに嬉しいことが。 JCB スマイルキャンペーン、 JCB。 全員集合、スライドドアでここまでスポーティー、ニュープラマシー。ゾンゾンゾン、もう今は本当にメラメラなんで
悲願の2階級制覇へ塚田真希アテネオリンピックで悲願の金メダルを獲得全日本選手権6連覇今や日本女子最重量級に君臨する不動の女王そんな女王がかつてないほど燃えている選ばれた人間にしかできないことだっていうふうにもすごく感じてるんでやっぱりそういう意味では2階級制覇世界柔道2階級制覇それは女子でこれまでわずかに2人しか成し得ていない偉業必ず向かっていってそれで金メダルを、はい、取って日本に帰ってきたいなというふうに思います20年ぶりの偉業達成塚田真希がリオを熱くする今年4月全日本女子選手権で史上最多に並ぶ6連覇を達成した塚田真希です日本女子柔道界のエースが谷亮子ならば女子柔道日本不動の女王はこの塚田真希ですさあリオ世界柔道大会初日日本に追い風を吹かせることはできるかこれから準々決勝の畳へと向かいますこれに勝てば準決勝進出大阪カイロに続くベスト4進出となりますカイロで敗れた直後からこのリオで金メダルを取るという明確な目標を掲げこの日を迎えましたリオ世界柔道女子78キロ超級日本塚田真希今日の2戦目を迎えます準々決勝対するはスロベニアのトラウデルとの対戦ですさあ準々決勝の5分間塚田は今回も青い道着に身を包んでいます対する白い道着のこのトラウデルですが実は山口さん、はい、2年前の国際大会で対戦して塚田敗れている相手ですそうですね、その時はですね怪我が治ったばかりで、はい、調整が十分でさあ抑え込みに行くか、はい、足を絡めて有効のポイントを取りました塚田です今背負い投げ気味に来たところをすかさず、はい、返しに来ましたねこの左足が抜ければ抑え込みに入りますが待てです、まあ、こういったところがね、スッと出るのはやはり集中している証拠ですよねそうですね背負いに来たところを強引に抑え込みに行きました、はい、塚田です、ただ外国の場合はこういった熱視線に近い状態でもポイントを取ってくれますんでねそうですね、はいはい、去年一度敗れてる相手に対して一本背負いを見せましたこのトラウディル以前敗れた時もですね、はい、今のようなこう背負い投げ気味の技がちょっと駆け逃げ気味なんですけれども、はい攻めポイントと見られてそして塚田選手が持てないままに指導が2つ来て負けたんですね、 そうですねドイツ国際の準決勝でしたけれども指導2つを取られて塚田が敗れていますもともとこのプラウデルというのが相手の反則を誘うのが上手い選手さあ油断はできませんオリンピックチャンピオンの塚田この階級の中にあって軽量で、はい、非常にこうよく動く選手ですねまた組み手が厳しいですね、はい、簡単には組ませてはもらえませんがさあこのトラウデル相手ならば塚田のパワーが勝っています組んでしまうことですねそうですね右手でがっちりと抑え込みたい、はい、どっちか片手持って、はい、それを嫌がるトラウデル上位ですどっちかでも持てばですね相手の動き止まりますからね初戦は5分間を使いましたドイツのコッペンを相手に優勢勝ちを収めた塚田さあ奥襟を取れればさあ釣り手を取った強引にここも投げていきます塚田ここ寝技も積極的にやっていいですねはいここから返して抑え込むというのも塚田の形国内では最強を誇るさあこの左足を抜くためにまでは左手を固めて決めましたね決めてそして左足が抜ければ抑え込みに入る横四方固めがっちりと抑え込んだ動き回るトラウデルをついに捉えました塚田真希さあこれで初めての大阪からそしてカイロそしてこの
リオデジャネイロ世界柔道3大会連続のベスト4に向けてのカウントダウン、残り5秒で塚田が今ベスト4進出。全く危なげない戦いぶりですね。この大会2戦目にして初めての一本勝ち、それほど多くの汗もかいていません。塚田真希、これがオリンピックチャンピオン女王の力。準々決勝を楽々突破しています。100キロ超級井上康生、いきなりの試練か。フランス代表ディディ・リナー。柔道人口は日本の3倍、柔道大国フランスで産み落とされた18歳の怪物。身長2メートル2センチ、体重122キロ、10代の世界一決定戦でも優勝、オリンピックで最重量級を連覇した英雄。デンへの後継者として大きな期待を背負う。Temporiser dans un premier temps. Et si je vois une ouverture, j'attaque direct. Je ne laisse pas passer.史上最強の100キロ級王者と言われた男の100キロ超級転向。アテネの敗戦と大怪我を乗り越えて心に誓うは今に見ておれ。胸を張り輝く構成をもう一度、うつむく姿は似合いません。井上康生の2回戦、康生の新たな歴史がここから刻まれます。気合を入れて畳に上るは井上康生。今日これが2試合目、2回戦の畳。王者復活の前に立ちはだかるのは18歳若きヨーロッパチャンピオンです、フランスのテディ・リナ。さあ5分間が始まりました。この18歳に戦うことになりました井上康生、29歳。内股左に回していけるかどうか、ここは潰れていきました。ちょっと平さん、ちょっと引き手が不十分でしたね。はい、はい、相手は18歳、井上康生29歳になりましたが、ジュニアチャンピオンから今年のヨーロッパ選手権を制したこの若き実力者、あのドゥイへの後継者というふうにも篠原さん言われているそうですね。あ、そうですね、かなり最近力をつけてきた選手で、はい、強いと聞きますけども。井上康生はヨーロッパ遠征の時に坂口さん、はいはい、何度かこの練習であえて戦ったそうです。あ、そうですか。その時はね、はい、でも何度か投げられたそうです。あ、そうですか、はい。まあ、相手のあれですかね、出方っていうのもそういう意味では研究井上選手もしてるってことですかね。あの実力を測る意味もあったし、自分も膝の状態が万全ではなかった、はい、しかし今はその膝の痛みも癒えました。ここは待てがかかります。最初の1分間が終わりました。井上康生の2回戦、18歳、若き期待のフランス、テディ・リナ。まあ、井上としてはですね、はい、頭を下げさせられないようにしっかり自分の周りを取ることですね。今奥襟を持たれて頭を下げようとしているのはリナーの方ですね、はいはいはい、内股仕掛けたのはリナーです。しっかりあの脇のあたりをついてますので、はい、これだと問題はないんですけども、今左の手です、はい、井上康生、脇のあたりを持って腕をぐっと伸ばして自分の体勢を、上半身を保っています。切ってきた、今力もあるようです。フランス期待の18歳、テディ・リナー。あ、正木先生も前回のカイロの時には体調を崩されて、このコーチとして立ち会うことができませんでした。この組ではちょっとまずいですね。あ、今切りました。このリナー、そこは潰していった井上康生、足を抜いて抑え込みに行けるかどうか。右の足を抜こうという井上康生、必死に踏ん張るリナーです。抜けて今腹ばいです。時計が止まります。まだまだ18歳。あ、相当気合いの表情、正木コーチです。一つ大きな声を出しました井上康生。100キロから100キロ超級に階級を上げての世界挑戦。まだ井上は自分の組で慣れてないですからね。まだこうしっかりと2本取れてるというシーンはないですね。坂口さん、はい、1回戦の時には、そうですね、組手取った瞬間でしたからね。素晴らしい内股でしたね。だからしっかり組めば必ず相手崩せると思うんでね、落ち着いてまずは組手から
ちゃんと組んでほしいですね。奥襟を取ったリナ、この組ではまずいんですよね。奥襟から支え釣り込み足の体勢に行きましたリナです。今度は内股フェイントだけ。井上康生の右手がまだ落ち着きどころに落ち着かない。今取れたかどうか。奥襟あたり、そして内股。これが100キロ超級の難しさか。なかなか回転することができません。ちょっとあの技に入るところですね、ちょっと強引なんで、はい、しかあの手を動かしながら、はい、足を使って相手を崩してから勝てないとですね、相手手足も長いですから、ちょっとあの今のはちょっと強引すぎましたね。100キロ超級になってから心がけていることは相手を崩すこと。なかなか相手の反応が鈍いので足技で連携の技を出していって相手を揺さぶって得意の内股に持っていきたい。これが井上康生です。そのために大事なのは右の釣り手で相手をこう柔らかく揺さぶるような、はい、そんな動きが出ると井上康生のペースだそうです。まだその釣り手が取れません、はい、もうそろそろ相手もちょっとバテてくる、はい。